これで行くの？おお。めちゃくちゃ上品な味する。いらっしゃいませ。定山食堂店長のまゆこです。従業員のなつです。今日は JR 学研都市線野崎駅から飯盛山に登ります。昨日何の日だったか知ってる？店長、何回目の誕生日やったよね。旦那さんにこれをもらいました。今日試し履きで。これで行くの？まあ、とりあえず、行きましょう。はい。このチャンネルは店長まゆこと従業員ナッツーが定山で開店する食堂の支店巡りをするチャンネルです。迷いました。まだスタートしたばっかりやけど。入り口が見当たりません。スタートしてないぐらいの勢い。ちょっと安心する。登山口が見つかりません。見つかりますようにやろ。ちゃんとしたとこやね。なあ、うんうん、河内飯盛山ハイキングコース。綺麗な、うん、なんかちゃんとしてるよな。整備が行き届いとる。細い細い、挟まる。あのね、うん、砂利とかね、うん、気にしてたやん、入ってくるかも、うん、そんなんじゃない。何？ここにちっちゃい虫入るかもって思って、めっちゃ歩いて気づいてないよ、うん、靴やから、ほら見て、めっちゃ布に囲われてる。虫そんなこと考えたことないや。考えたことないわ。だってさ、もうこの映像で見たらもう裸足やで。安心してくださいやないで。でもこれね、気持ちいいね。ああそう。ピーターみたいなんで山歩きたいっていう人の気持ちはわかる。ああそう、うん、であれ踏んだらもう相当やで。むにょーになるよな。むにょーになる。もうすでに今濡れてるし足。私なんで？え、なんでって、だってここ濡れてたよ、この道。濡れてへんやろ。濡れたもんだって。何を自然感じてんねん。これで、めっちゃキノコ。ほんまや。はい、Google レーンズ。あ、出た。何キノコやって。いや、それ知っとんねん。まあでもさ、キノコの山って出そうじゃなあ。うん、キノコの山って出なかっただけ画像認識すごい。お、残念しや。どれ？このくさびの跡。あと割ろうとしてるよ、ほら。あ、ほんまや。おもろ。毎週歩いとったら季節感じるよな。季節や。君へ。ハハ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 。字幕歌んだから。お前歌いに行ってるやんみたいなさ。ちょっと10分ぐらいしてからなんか反省してしまった。今喋りすぎたこと反省。まだ喋るこの2人思う。うん、君の子供。おお、あれやな。なんか構えてるね。姿勢が低いね。うん。こういうの見るとあれやな。あれを感じるよな。言わへんで。え、めっちゃめっちゃそれなりの池やなこれ。なんかすごい設備やね。これらはこっちか、うん、いいね。いいな。いいとこやな。綺麗しな、ずっと見て。高すぎどうですか今日は。いや、もうこれぐらいじゃ歌われへんわ。すいません皆さん、今日は高すぎなし。待ってないから。こっち違うもんな。そうやん、こっち違って、うん、もうこれぐらいやからさ、うん、じゃあ今日は
歌あれ。石垣本当本当やね、雰囲気出てきたね。そんなそうだ、うんうんうん、三好くんのさ、うん、たちをさ、丸八で走ってたわけやで、ね、もうこんなもうそれよりすぐ傷んでしまうようなやつ。そうよ、なんか今私三好くんの家来の気持ちを体験してる。取ってつけたよ。ほんまにほんまに。あれこれもうついたんちゃう？ほら後ろ、あほんまやね、広いね。あの石垣がまさしく三好くんのお家の三好くん、うん、飯盛山送信所。あ、すごい。放送するための設備。あ、それだけの設備なんや。802FM。電波受信した。もう行くよ。この山面白いな。おもろいな。お城跡に立ってんだね。わーわー、あ、NHK も書いてる。え、ほんまや。FM 大阪、BS1。へえ。堀切土橋、映画とかであるやんな。あるある。これってこと？うんうん。あ、何？なんかあるよ。えらいことなってる。おお。三好くん？えらい、突然やね。うん、三好くんじゃない？三好くんかな。どころところでどちら様。でもまあどう考えても三好さんじゃないの。そうやな。うん、314m 山頂です。すごいね、ここ焼き綺麗やろね。そうやな。あ、今日のメニューはダン学味噌。そう、インスタグラムの企画で当たったんです。お、学味噌さんありがとうございます。これね、あの実はもう家でそうちょっと開けちゃったよね、うん、そしたらさ、すごい美味しかったよね。ナスにつけて食べたらもう最高や。そうそう、結構高価なものじゃん、うん、でせっかくいただいたものだから、うん、はいはい、ちょっとね贅沢にいってしまおうかなって思って、はい、うん、ジャージャー麺でーす。それもう贅沢やな。やろう。あ、じゃあ作りましょう。はい、もうだいぶ溶けてるよな。そう、でもちょっとボイっとかし、うん、これで食べれると思うんだ。うん、あ、なんかいけそう。ちょっとつけとくか。うん、うん、こんなもんでしょ。いける？今日これが味噌。味噌だけに、学味噌だけに。ほんまや。じゃん、あ、めっちゃいいじゃん。あ、いい感じやな。これで冷やします。はい、はい、いいんじゃないですか。あ、いいね、ぴったり。オーケー。まだ結構水残ってる。オッケー。はい、こうしてきゅうりとプチトメイト。きゅうりします。はい、トメイト、かく味噌かけます。うまそうね。うまそうね、うん、楽しみ。これこれはもう超贅沢。はあ、赤と卵と、あ、はい。低山食堂金星学味噌ジャージャー麺の完成。おい。食べましょう。はい、じゃ夏。夏やな、うん。ちょっと今日の作り方は、うん、新しい感じね。新しい、うん。山っぽい。ね。うん、できます。はい。めちゃくちゃ上品な味する。あ、マジ。あ、太麺でよかったね。うんうん、めちゃくちゃ美味しい。マジ。あの、辛くもないし、うん、甘いんだけど、うん、感覚何やろかな、語彙力。うまうまいよな。食べた後がすごく美味しくない？結構爽やかだ。うん、そう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 。そして、うん、うまそう。今日冷凍ですね。いけんの？わからん、でもさ、
先現金じゃないとさ、こんなに挑戦しないじゃん。まあまあそうやな。見て、あ、水、水が出てるね。あ、でもほらほら、うわ、またなんか高級そうなお菓子ですけど。そうなのよ、小麦商店さんのエナジーバーです。おお、大きい。なんか詰まってそうやね。あ、美味しいわ。美味しい。コーヒーがもっと濃かったら麦茶みたいな水出しコーヒーは難しかったよね。うん、そうやね。噛み締めるとずっと美味しい。ジャージャー麺もさ、食べた後がすごい美味しいじゃん。そうやな。これもね、食べた後ふわーって美味しい。へえ。今日良かったね。うん、お腹いっぱいの割には1ミリも胸焼けしてないっていう。調子いいって感じやんな。うん、毎日食べたい。それは無理。無理。今日は特別会です。はい、じゃあ行きましょう。はい。父さん、靴取られた。うん、もう作ってん。靴なくなったから。さすが DIY の男、違うな。怖い怖い怖い。危ない危ない。おお、急やな。あ、ほんまや、めっちゃ急やん。これは大変。急に降りてきたな。今日の最後の目的地、四条縄手神社で終わりです。はい、今日どうでした？今日はね、いろいろ見どころとかトピックとかあったんやけど、うん、もう全部これにこう気持ちが持っていかれてんのよね。あ、そう。私、学味噌めっちゃ美味しかった。まあ、学味噌うまかったな。ちょっと今日は贅沢だったね。うん、学味噌様、ごちそうさまでございました。山面白かった。四条景色良かったね。おすすめやね。うん、今日もご来店いただきありがとうございました。動画の最後に材料と使った調理器具載せてますのでご覧ください。それではまた次回。メインディッシュのね、はい。ついに擬音がここまで。はよかけて。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。お願いします。